礼儀正しい挨拶ね、得点さん。でもちょっとからかっているっぽいので減点さんというところかしら。それよりも今日はバレンタインデーよ、マスター。私の国ではバレンタインの風習が広まったのは最近らしいのだけど、でも何であれプレゼントがもらえるのはいいことだわ。いいことよね。というわけでチョコレートを所望します、マスター。ことです。他のサーヴァントの方々に伺いました。日本のバレンタインは主として女性が大切な人へ贈り物をすると、そしてホワイトデーにその返礼を行う。この場合サーヴァントである私がまずチョコレートを贈るべきだと考えていたのですが、やられました。まさか準備済みとは。では慎んでこのプレゼントはいただきます。そして驚きなさい、讃えなさい。実は私もプレゼントがあるのです。それがこちら。私を何だと思っているのです。ちゃんと準備しています。公女のたしなみです。さあさあどうぞ開けてみてください。本当であればチョコレートが正しいのでしょうけど、それは他の皆様からいっぱいもらえる、そう私は推測しました。なので、B のぬいぐるみです。可愛らしいでしょ？魔力を込めたので、少しばかり怪奇現象が起きるかもですが、些細なことですね。まあまあ、そこら辺は、まあまあ、まあまあ。ではマスター、私はチョコを賞味します。せっかくですのでお付き合いください。おはようマスター、いい朝ね。あら、私の B、 空風林さんと一緒に置いてあるのね。とても嬉しいわ。仲良くしてくれるといいわね。